すごい。私もガチリたい、ハードを、ハードって言っちゃった。ハードをガチリたい。出たい、ハード。よかった。1点差じゃん。すごいすごいすごい。勝った勝った勝った。B 負けてるのしか見たことないって。なんであんなに強いの？シールド作戦がすごかった。私はでもシールドを使いたい。シールド使いたい。11日頑張る。みんなボールちょうだいね。こうやってね、ここを持つといいって言われたよ。ここに、うん、なんかバッテンみたいなついてるんでしょ、うん、あ、センサーみたいな。そう、それを相手の的に合わせてシッってやるんだって。あ、びっくりした。知ってた知ってた。私それ前回の試合が終わった後に教えてもらったの。手だと思ってたの。そう、手で。だから手を違うよ。え、こっちだったんだね。こっちだよ。初めて知ったの。手で全然届かないなと。ずっとこうやってやってた。そうなの、手じゃないのよ。こっちなんだって。手じゃないんです。だからそれを知って初めて出るので、次。ただこれをねやるじゃん、うちの小宮山さんこれやった結果、前自分で隠してやってたから、ね、それだけ気をつけて。聞いた、それ聞いたじゃない、いたもんその時。うちの小宮山さん、そう、小宮ちゃんめっちゃ怒ってたじゃん。なんか前が見えなかったって言ってめっちゃキレてたじゃん。もうどうしようかと思ったね。あの時のコミちゃん超面白かったよ。超面白かったよね。もう天才。普通にブチ切れてたよね。そうなの。天才すぎても。で、なんならサホがうるさいのも普通に多分イラついてたよね。絶対そう。だから私はもう2回目からやばい、コミを怒らせちゃいけない、静かにしようと思ってやってた。本当にやばい。コミちゃんに手を取ってもらうには怒らせてはいけないと思ってやってた、うん、本当にサホに普通にブチ切れてても、あのコンビ好きすぎた。面白かった。コミちゃんが普通に不機嫌でガチ切れてて、今なら大丈夫だと強くなった。作法もうるさいし。みんな波動きますか？てね、すげえ不機嫌だって、おもろかったって。本当に面白い。いや、もうあれ面白かった。しかもその自分で隠したことが一番面白かった。いや本当にそれ。もうっていう。自分で隠してたのかもしれませんって言われて、うん、は？みたいになってて。は？ってなってて、もう自分で、え、みたいな。あなたなんですよって言ってなってました。すごい面白かった。切り抜きやがらの皆さん、デジタルホップ、あ、噛んじゃった、テイク2。切り抜きをご覧の皆さん、デジタルフォトブック配信開始となりました。770円です。大容量64ページ、すごい。ぜひ見てください。お願いします。